皆さんこんにちは。今回は私の最近の購入品を紹介したいと思います。最近まだまだねおうち時間が長引いていますので買い物に出れていないのですが、なんかまあ最近ちょこちょこオンラインショッピングでなんかいいなと思うものなどを買い始めてるので、その中でも良かったなって思うものを紹介したいと思います。はい、では一つ目にこちらです。コムデギャルソンの財布を買いました。と言ってもね、前もこの形を使っていたので、まあ2代目なんですけど、今回はこういう黒でロゴのタイプを選びました。まあこの財布すごくねもう定番で有名な財布なので知ってる方も多いと思うんですけど、間にねこうやってコインを入れるところがあって、で両サイドにまあカードを入れたり、お札、今お札が入ってないけどここにお札を入れたりとかできます。まあ、折って入れないといけないんだけど、こういうすごくコンパクトな財布です。私はこの財布を使う前もこのコムデギャルソンの違うタイプを使っていたんですね。これはシュプリームとコムデギャルソンの何年か前のコラボのもので、こうボロボロになってきちゃったの、こんな感じで、ね、今回新調しました。で私ねなんかこの財布を使い出したのも、子供が生まれてからカバンがすごいちっちゃいのしか持たなくなったので、この感じのボディバッグしか使わないんですよ。でこれ結構ちっちゃくて、本当このぐらい薄くてコンパクトなものじゃないと携帯電話が入れれないんですよ。以前はね長財布使ったりなんか2つ折りとか使ってたんだけど、それじゃあねもう全然入らないの。なんか今回新しい財布を買うにあたってすっごく迷ったんだけど、やっぱり結局同じギャルソンのものにしました。はい、そして2つ目はこちらです。これは GU のメンズのシェフパンツで、これねなんかとある YouTuber の方が紹介しててちょっと可愛いと思ってオンラインで購入しました。なんとお値段が1490円なんですよ。すっごい安くないですか。だけどなんかこの生地もこのコットンの生地結構しっかりしてるし、厚すぎず薄すぎずっていう感じで、すっごい楽ですよ。これ腰ゴムでここで縛れるタイプのパンツなんですけど、これ XS で私身長150センチないぐらいなんですけど、裾をね2、3回ロールアップしたら全然お直ししないでも履けました。ちょっとゆったりめというか、なんかこう動きやすいパンツって子供と一緒に過ごす上でマストで、なのでこれからすごく活躍してくれそうなパンツで、私ねこの迷彩を選んだんですけど、普段ね私こういう柄パンみたいなの全然履かないんですよ。この1490円っていうお値段だとなんかちょっとこうやって遊んでみようかなって覚えるじゃないですか。いやこれ買ってすっごく良かったです。じゃあここでドラッグストアで買ったアイテム3つご紹介します。まず1つね、こちらの椿のプレミアのリペアマスクです。これも多分すごい日本では超有名じゃないですか。まあ私この今ね、まあ、分かる通りにすっごい髪をブリーチしてるんですよ。トリートメントしなきゃなと思って何がいいかって探してたんだけど、もう口コミですごい良かったこの椿、これ1200円ぐらいだったと思うけど、これすっごい良かったです。まあなんか高いもの探してたらキリがないじゃないですか。ほんとすぐドラッグストアで買えるしさ、待たなくていいし、もうほんとなんか髪元気になったと思う。こんなにブリーチしてるのに、普段ってここまでブリーチするとこのアホ毛みたいなのがもう半端なくさーって出るんだけど、これ使い出してからなんか全然切れなくなった。はい、そしてですね次はこちらのマスカラを購入いたしました。これも超有名アイテムだよね、まあ、オペラマイラッシュアドバンスド、これすごい良かった。私マスカラつけるのすっごい下手くそなんですよ。もういつもね目の周りダマだらけみたいな女なんで、ずっとマツエクをしてたんですけど、まあ、最近なんかまあこういうご時世なのもあってつけに行けないじゃないですか。なのでちょっと近所で買えるねマスカラで一番評判がいいやつを買ってみました。こんな不器用な私でもすごい塗りやすいし、あとめっちゃなんかこう細かくつくっていう感じです。
あと結構ね、私目かゆくなること多くてこすっちゃうんで、もう目の下いつもパンダになってんすよ。これすっごいにじまないし、すっごい濡れてる感もあるし、最高です。ドラッグストアで買ったもアイテムの最後はこちらですね。これもなんか結構有名なんだってね、このキャンメイクのマニキュア。これ私普段こう爪いつもジェルネイルに行ってるんですよ。まあこういう時期なのもあってなかなか行けないじゃないですか。それでなんかふと行ったドラッグストアでね、これを買ってみたんだけど、すっごい塗りやすかった。これ300何十円ぐらいなんだけど、まず色が可愛いじゃないですか。これ塗ってみたらこんな感じなんだけど、すごいくすみ系のね色で、ちょっとおしゃれだし、すごい可愛い色でしょ。やっぱりね、これは本当他の色も欲しいぐらい気に入っておるアイテムでございます。次はですね、ノースフェイスのバケットハットでございます。イエーイ。見てみるとこんな感じです。帽子って、まあ、バケットに関わらずそうだと思うんだけど、やっぱこのつばのさ長さとここの高さが自分の顔に合うかだと思うんだよね。何もしないとね、大きいのね。このサイズがね調節できるこのゴムで、ゾロコードがこうやってついてるの。これでここでキュッて締めることができるから、すごい頭にフィットしてくれるんですよね。ファッション性もあるし、機能的だっていうことってやっぱすごく大事で、これ UV カットの生地を使ってるんですよ。持ち運びにもすごくおすすめだし、すごい良いと思います。そしてまたファッションアイテムなんですが、こちらです。ドクターマーチンのサンダルを購入しました。これがドクターマーチンのサンダルで一番有名な形、グリフォンっていうね形なんだけど、オンラインでまあもちろん買ったんだけど、マーチンってやっぱ重いってイメージあるじゃないですか。だけどこれそんなね重くないし、やっぱこのエアクッションソールですっごい気持ちかった。最近さ、ボトムスにボリュームのあるようなものが結構トレンドじゃないですか。やっぱそういう時って靴もね、こうやってボリュームのあるものの方が今っぽいんですよね。まあね、これだけで履いてもすごいいいんだけど、モノトーンのスタイリングでもこれ履いて、ここだけになんかちょっと明るい色のピンクとか紫とかオレンジとかの靴下合わせるだけですごい今っぽいじゃないですか。これはなんかまた別でファッションの動画を撮った時にちょっとまた履いたところもお見せしたいなと思います。で次はこの履いてるね、このド派手なこのピンクのスカートでございます。これね、なんかたまたま見つけたの。コーカってものかなっていうファストファッションのブランドのものでございます。これめちゃくちゃここギャザーが入っててね、結構なボリュームあるんですよ。私普段だったらね、絶対ねこういう感じの明るい色目って着ないんですよ。最近さ、家で過ごす時間がすごい長いから、なんか楽しみみたいなのがもうなくて、食べることとかに走りがちなんだけど、やっぱファッションも楽しみたいなって思い、春夏っぽい色味のものを投入してみました。このブランド私知らなかったんだけど、すごい全部安いの、なんでも。でなんか結構トレンドっぽい感じのものがたくさんあって、ほんと1000円台とか2000円台とかだから、はい、こういう感じのトライしたいけど安くで売ってないかなって思う時にいいなと思いました。そして最後にこちらです。こちらのマークミランさんのリングです。最近ね、私すごいシルバー派だったじゃないですか。でもなんかまあ最近なんかこういう華奢なリングとかもいいなと思って調べてたところを見つけたこちらのリングです。かわいくないですか。これがなんかこっちにつけてるものはこういう感じで、ゴールドのベースに黒い石が入ってて、そこにね一つだけね赤い石が入ってるので、こういう感じのすごい細い華奢なデザインです。でもう一つはこちら、イエローゴールドベースに黒い石が入ってるものです。可愛いよね。なんかこれすごいどんなスタイルにもマッチするし、ゴールドにあんまり興味ない方とかでもこういうのだったらすっごい取り入れやすいと思う。こういうさ、普段つけないような感じのものをさつけると
なんか落ち着かない時とさ、なんか逆に上がる時とあるじゃないですか。なんか新鮮な気分になって、これは結構なんか上がるんだけど、私なんかあんまりこう普段こういうのつけなかったけど、つけてみるとなんかすごい、でもすぐ馴染む自分に。やっぱ多分華奢だからすごい取り入れやすいんでしょうね、この感じが。で、このマーク・ミランさんのね、ウェブサイト概要欄に貼っておきますが、今回特別に私のこの動画を見てくれている方、こちらのクーポンコードを入れると 15% オフになるので、もしなんか気になるものがあったらぜひこのクーポン使って買ってみてください。この機会に一つちょっと普段と違うね、自分のものとかを見つけてみてもいいかなと思うし、手頃なお値段なのでちょっとしたギフトにもすごくおすすめなので、ぜひマーク・ミランさんのウェブサイトをチェックしてみてください。はい、今日は私の最近の購入品を紹介させていただきました。おうち時間が始まったばっかりの時って、なんかまあいろいろなんか不安があったりとか、あーこれいつどうなるんだろう、これどうなんだろうとか思って、もうなんか買いたいとかなんか欲しいとかっていう気力があんま湧いてこなかったんですよ。やっぱり自分の気分を前向きにしないとなんかもう気からやられちゃうからと思って、いろいろなんか見てたらどんどんやっぱ楽しくなってくるから、まあまあ今季節の変わり目でなんかもう夏になろうとしてるじゃないですか。着たいものとかね、取り入れたい色とかもすごい変わってきてると思うので、まあこういう季節の変わり目に皆さんも新しいこう自分を探すべくお買い物を楽しんでみてください。では最後まで見ていただいてありがとうございました。次はまたちょっとファッションの動画を連発で出したいと思っていますので、ぜひお楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。Bye-bye. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Bets are off. I'm gonna find my way tonight. Wait tonight.